大阪重曹に行くと目に入るのがこの看板。あ、大好き。みんなお世話になった。鉢巻姿の職人がトレードマークの和食チェーン頑固。さまざまなメニューがある中、お待たせいたしました。本マグロとろ入り握り膳でございます。これも間違いない。人気メニューは何といってもお寿司ですが、実は頑固、私たちの想像以上に寿司ネタには強いこだわりを持っていたんです。想像以上、あのネタにすごくこだわっておりまして、あの例えばあの本マグロ、タイなどをあの生産者様とともにこだわりを持って開発をさせていただいております。開発、例えば本マグロは三重県の熊野や和歌山県串本の生けすで契約した生産者が頑固のために養殖したもの。力入れてる。赤身まで脂の乗った身は香りも旨味も格別。うわー美味しそう。さらにタイは高知県宿毛市で頑固のために育てたもの。天然のタイよりうまいタイをコンセプトに、サイズ、油のりにこだわって育てているといいます。頑固はよく来られます。しょっちゅう来ますね。美味しいやんな。今日はどういったお集まりですか。喜寿、喜寿の喜寿やね。お祝いです。毎月ここで予約せんでも、もうパッと電話かけて声聞いたらもう分かる感じ。あ、じゃあもうずっと通われるんじゃん。そう、じゃあまだまだこれからも通う感じです。通います、絶対に。生きてる限りもうここしかないですよ。もうここしかないもん。お父さんが頑固やな、もう。あ、甘いな、もう。早めに言わせていただきました。あんこさんってこれメニューってどれぐらいあるんですか。はい、ドリンクも合わせますと全400種類ございまして、お肉や魚、鍋から、懐石料理などいろんな種類のものを取り揃えております。韓国とかいろいろあるもんな。日本の味を堪能できる特別やわらぎ弁当だ。思ってる額のがっつりお肉を楽しみたい人には国産牛すき膳など、和食であれば何でも食べられるのも頑固の特徴。去年創業60周年を迎えた頑固フードサービス株式会社、回転寿司やとんかつなどの業態も展開し、関西を中心にその数は72店舗。桃田にもあったわ。会社のモットーは、所詮創業以来うまくて安いをモットーにやっております。本当みんなお世話になった。そう語るのは今回のもしまねさん、小島辰徳社長。こちら、この顔が創業者の父でございます。小島敦史でございます。ああ、お父さん。じゃあ創業者の息子さんになったの。はい、そうです。60年前に小島敦史が創業した頑固、そしてその時掲げた会社のモットー、うまくて安い。これを実現させてきた背景には、そんなんありえへん、絶対に潰れるで。同業者の反対を押し切って寿司店の常識を大改革。まさかの秘策とは、文化財クラスのお屋敷が頑固の店舗に。え、これ頑固の店舗な。庭園を眺めながら食事を楽しめるようにしたある思いとは。さらにお客様満足度を上げるため、和食に似つかわしくない最新技術を導入中。時代を先取るアイデア戦略で突き進む頑固の成長物語。もしものマネードもしマネ。創業者小島敦史が生まれたのは和歌山県南部の田舎町。実家は雑貨店を営んでいて、6人兄弟の末っ子だった敦史は高校生になる頃には店の手伝いをしていたという。商売人のね、息子さん。昭和27年。どう？できた？お母ちゃん。あれ？このほうきどこに置く？この方。うわ、
マヨさんですね。マヨさん。さすがゴールデン。キャスティングも豪華。ねえ、ここのために置いとこうか。あ、わかった。父は淳が9歳の時に他界。母の夏が女手一つで兄弟を育て上げたという。平方が生んだ大スター。淳にとってこの母こそ商いの師匠といえる存在だった。例えば食事をしている時も、え、立ってはる、あ、膝つお母ちゃん、なんでゆっくり座らへんの。お客さんはいつ来るか分かれへんねん。来たら1秒でも早く店に出られるようにしとかなあかんねん。すいません、ほら来た、いらっしゃい、はいはい、はい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 、いらっしゃいませ。すぐ行きはった。行ったわ。もうそんな母を淳は尊敬していた。さらに淳が驚いたのはこんな母の教え。おい待て、淳追いかけたらあかん。いいやけど泥棒が。ええか淳、泥棒でも客のうちや、泥棒が入っても交番に突き出したらあかん。いやいや、その心は。え、泥棒が翌日お金を持って買いに来たくなるようなそんな接客をしなさい。うわ、考えもしない器。泥棒ですら納得するぐらいじゃないと一人前の接客とは言えやん。ええこと言い張るやん。うん、分かった。万引きされた人も捕まえるんじゃなくてまたここの店に買いに行きたいと今度は思ってもらえるようにしとかなあかんと。あそこの商品良かった、万引きしてもらうとダメなんですよ、して良かった思ってまたでも今度はちゃんとお金払って買いに来ようと言ってもらえる店にならなあかんというのは聞いたことありますね。これはこうして淳は高校に通いながら家業を継ぎ、なんと17歳で雑貨店の店主に。立派。やっぱり商売っておもろいな。いち早く商いのいろはを学んだという。その後22歳の時京都の同志社大学へ進学した淳。大学はじゃあ勉強しに行ったんですか。多分、まあ、和歌山の上富田の方にずっといたんで、都会を見てどういう商売があるのかっていうのを勉強したかったのかなとは思いますね。花から起業をするための進学だったため勉強をそっちのけでやっていたのは、大学生でいろんな商売の市場調査。はえらい、マーケティング今で言う。そうやわ、一足早く。たこ焼き屋が1時間で17人、客が使う金額が80円として利益が、アイスクリーム屋が流行ってるみたいけど、先月より客が3割も減ってる。店の人より知ってるんじゃん。やっぱり寒くなると売れへんのか。いろんな店舗の前にずっともう電柱の陰に隠れて何人お客さんが入ってるかとか、ほんでどこで仕入れてんのかっていうのもゴミ箱見れば分かるんで、箱とかを見て、ほんでそういうのいろいろなデータを取ったみたいですね。いやいや、こうした徹底した調査の結果、淳が商売をすべく選んだ道が、寿司屋やったら客単価も高い。確かに当時の寿司屋。よし、寿司屋で勝負や。あー、からの。そしてここから常識にとらわれない淳のアイデア戦略が始まる。
寿司店に修行に入った敦。実は心の中でこんなことを考えていた。まともに修行しとったら一人前になるのに5年はかかる。それでは遅すぎる。俺は1年で独立するんや。この当時は長く修行するのは当たり前だったね。目指したのはわずか1年での独立。しかし当時は皿洗いだけで数年修行するのが当たり前の時代。すまへん、僕にも握り方を教えてもらえませんかと頼んでも。あかん、10年早いわ。そんなもん見てまだばんかい。これやね、うん、教えてもらうことはできない。厳しい世界ですね。そこで敦はある行動に出て、わずか1年で握りの技術を習得することになる。ここで問題。いち早く寿司の握り方を教えてもらうために取った敦の行動とは一体何でしょう。なかなか教えてくれない先輩でも、こうやって教えてくれるんちゃうかっていう行動は一体何か。いやだからこれはもう本当にもうちょっとこう実力行使じゃなくて、もう強行に、うん、もうね二人羽織ですよ。あ、なるほど。先輩の後ろに来て、先輩の後ろに僕が先輩としますね。先輩が握ってますわ。握ってますわ。こういって握ってる。うおー、不正解です。当たり前よ。美香さん。ちょっとやらしいこと言いますよ。はいはい、トップの社長の社長娘さんと付き合い出して。でもその手はある。そう、その手あるよ。少しやらしいけどな。社長さんからちょっとこいつには直接教えたの。そうなんすね。もうそないなとも朝ドラみたいな世界ですよ。今日も疲れたな。仕事終わりのこの時間がたまらんわ。おう、先輩職人の日課は閉店後の晩酌。あーと、そこに先輩、寿司握る練習させてもらってよろしいですか。ああ、こんにゃくでいいんで。ほな、勝手にやれ。ありがとうございます。こんにゃくを使って握りの練習を始めた敦。あれ、ちゃうの、こうかな。やっぱりこうか。あかん、ダメよ。次第にその様子が気になりだす先輩たち。何やってんねん。あ、教えてくれそう。違う違う、ええか、シャリは右手で軽く包み込むようにすこうや。はい、こうですか。あ、いえ、もっと手先を優しく使ってやな。気を気になって、もっとやって。手先を優しく使ってね、うん。あ、ほんま下手やな。ちょっと待ってみよう、お前。あー、やった。お酒も飲んでるし、はいはい、ねえ、ドキドキ、ちょっと見とけ。はい、はあ、これが仕組みのさ、しっかり見て盗めよ。はい。酒を飲む先輩の前で握れば面白がって握り方を教えてくれる。こうして先輩たちからいち早く技術を学んでいったのである。もうみんなワイワイしてる横で、何やってんのこいつはというので、ちょこちょこと教えてくれ、そうちゃうやろとか言いながら、酔いながらでも教えてくれたりしましたね。本当にこんにゃくを買ってきて、それをネタ代わりに切る練習したり、あとはもう海苔の代わりに新聞紙を使ったりしながら巻きの練習をしたりという聞きましたね。そして28歳の時、ついに念願の寿司店をオープン。すごいな。
わずか 4.5 坪の小さな店。そこで選んだ場所が重曹だった。俺もなんで選んだのっていろいろ聞いたんです。やはりもうね、大阪で言うたら本当にいろんなもう難波とか梅田とかもうつらそういっぱいあると思うんですけれど、その中で重曹っていうのも昔から寿司の激戦区やったらしいんですね。しかも安かったということで、わざわざその中で重曹ここで買ったら大阪で一番食べるやろというぐらい寿司屋が多かったみたいです。ちなみに創業時からすでに名前は頑固だったそうだが、その由来は、あ、これは聞いたことない。大学時代のあだ名と言ってますね。頑固、よっぽど頑固だったんでしょうね。頑固やったんや。重曹の人にうまくて安い寿司を食べてもらうんや。こうしてスタートを切った頑固。ここで敦史は当時の寿司店では考えられない異例の戦略を実行する。しかし周りの同業者からは、そんなんありえへん、うまくいくわけがない、絶対に潰れるで、何やろ、との声が上がった。しかし実際は狙い通りや。連日満席。敦史の取り組みは大成功となった。ここで問題。敦史が行った当時の寿司店では考えられない異例の戦略とは一体何でしょう。やっぱり今でこそね、お寿司というのはちょっとカジュアルになってるけど、昔はやっぱりちょっと敷居が高い。そこでいち早く今でいうちょっとカジュアルなお寿司スタイルを取ったということですよ。安くて、はい、まあ、はい、こんなんクイズにならんし、安くてうまい、頑固言うて始まってますよ。その内容を知りたいね。一応あのその詳しい内容は皆さんに答えてもらおう。ちょっと優しい優しい。今先輩振ってくれはったから言うで、はいはい、いち早く5000円食べ放題とかしたんじゃん。あ、食べ放題システム、昭和30年代。そういうこと、そういうこと。先輩来るなってますか。あとそれの食べ放題プラス飲み放題もつけたという、そういうやつ。これだ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 。教育的指導、教育的指導これ。これそういうのあるんですよ。狙い通りや。敦史の取った異例の戦略、それは今ではどこの寿司店でも当たり前のこの風景の中に答えが。この風景、あ、え、本マグロ赤身280円、マダイ310円など値段が書かれているが、実はこれが敦史が行った異例のこと。寿司屋はどこも時価が当たり前や。あ、時価やったか。せやけどうちは定価で寿司を出す。え、魚の仕入れ値が日々変わる寿司店は1960年代当時時価で販売するというのが常識だった。しかし頑固では値段を明確にし定価で販売したのである。今当たり前やけど、そうそうそう、珍しかったんや。そこには子供の頃から雑貨店で働いていた敦史ならではの理由が。商品の値段が分からん状態で売るなんてありえへん。値段が分からんままやったら安心して食事を楽しまれへん。思えばそうですよね。物に対して値段売価が書いてると思うんですけど、多分それで育ってるからだと思うんですよ。売るのにお金なんぼか分からなかったらお客さんも不安で買えない。寿司を定価にするという未知の取り組み、それを実現するため敦史は。いらっしゃいませ。あ、魚どうですか。なんと魚市場へ働きに。労働力すごいですね。ずっと1年間、まあ、このイワシっていうのはこの時期はなんぼ、この時期はなんぼなど、だいぶデータをもう取っていたらしいですね。メモして。まずやりますもんね。そしてその価格を平均することで適正な定価を割り出していったのである。これもマーケティングですやんか。さらに聞いた話では本当に今まで言うネタケース
あの寿司ネタが並んでいる、はい、あれもかなり早い段階でやったというふうに聞いてますね。取り設置したというカウンターにと。でもやはりもともとよろず屋ですので、商品を見てお客さんは手に取って買ってもらう、なので売るネタっていうのは見てもらって、ほんで注文を受けるというので設置したっていうのは聞いてますね。こうして定価販売やネタケースによって大盛況となった頑固は、わずか2年後に同じ十三に120坪106席もある2号店を出店した。そして絶好調のまま迎えた1980年代、頑固が積極的に取り組んだのは大型店の出店。好景気を迎えた日本で大人数で利用できる宴会場が時代感とマッチ、頑固はさらなる成長を遂げることとなる。1階から上層階まで全て頑固の店舗といったスタイルを導入したのだが、ここにもうまくて安いを実現するための企業戦略が。 4.5 坪のお店も1階でやってたんですけれど、やはり1階で家賃高いんですよね。1階はどうしても家賃が高くなるんですけど、2階3階はだいぶ安くなってくるじゃないですか。でも2階3階4階まであると鳴らすと、やはり1階の家賃は安く、まあ単純計算ですよ。だから1階にも出して、そして1階はやっぱり場所がいいんでお客さん来る、溢れたお客さんをどうぞ2階、うまい、どうぞ3階へという考え方みたいですね。クレーム解消。この時代頑固大成功の一方で、店舗ではある問題が起きていた。すいません、5階のお客さんが注文した商品が来ないっておっしゃってます。あ、5階あ、伝票を確認してくれ。はい。注文したはずの商品が届かないという事態が頻発していたのである。頻発、なんでや。やっぱり見つかりません。見つからん、そんなわけないやろ。そこには大型店ならではの理由が。伝票どこ行った下の1階が厨房ないとします、席だけでと、はいはい、そこでオーダー来た時に、まあ、紙に書いて、あのリフトみたいなの乗せてバッて調理場まで上げるんですけど、どうしてもその時なくなるんですよね。あ、風で飛んでいったり他のもの紛れたりと、それで、まあ、もう料理が出てこないんでお客様のお叱りを受けると。どうしよう。注文した料理が届かないとあっては客の不満は募る一方、そこで頑固では業界に先んじてあるシステムを導入し、この問題を解決した。ここでアンミカさんにクイズ。え、ちょっと待ってよ。一体どんな対策を取ったと思いますか。どの時代や。これ時代によるで、黒川の手帳みたいなんで挟んだか、それがトランシーバーみたいなんで喋ったか、ピョンと押してピュンと行くやつか、どれかちゃう。頑固が日本でいち早く始めたあるシステムとは。あ、これ、これ、そしてこの後日本庭園が楽しめるお屋敷頑固が登場。さらに頑固らしからぬ新店舗って一体。伝票がなくなってしまうという悩みを解決するための対策、それは今ではどこの飲食店でも常識となった、これボスみたいなやつ。最初に導入したのはポスシステム、あのよくコンビニであるようなあのレジの決済システムですね。あれを元にして1980年代前半に開発しました。それもじゃあやっぱり業界でも早かったわけですね。そうですね、やはり日本でまあ最も早かった一つではないかと言われてます。はい。で、大きい店をオペレーションするというためにテクノロジーが当時必要だったということになります。40年ぐらい前から業界最先端の技術によって頑固はオペレーションの悩みを解消したのです。1990年代に入り、頑固はまた新たな挑戦をします。それは
素敵。昔ながらの日本家屋で料理をいただくお屋敷の店舗。例えば頑固高瀬川二条園はもともと1611年に造営された歴史ある日本庭園。元は京都の豪商住の倉良医の別邸として建築され、かつての総理大臣山形有朋や日本銀行総裁川田小一郎らに受け継がれてきた由緒正しき場所。そんな建物を食事を楽しめるように改装し、頑固の店舗としてオープンしたんです。素晴らしい、最高の景色や、ね、え、お料理は8品で3800円からと懐石料理としてはリーズナブル、ね、お店オリジナルの京都らしい湯葉が人気です。晴れの日のちょっとしたごちそうとして楽しむ家族 や無形文化遺産でもある和食を日本庭園で優雅に楽しみたいという外国人にもお屋敷頑固は人気。It is breathtaking. Everything in Japan is really much more beautiful than it is at home. こうしたお屋敷のお店は京都以外にも大阪平野や東京新宿などに計9店舗展開。実はこうしたお屋敷を頑固の店舗にした背景には小島敦史の熱い思いが。初代の文化財の継承と商売。おお、立派なお屋敷ですね。こんなお宅をお持ちなんて羨ましい限りです。皆さんそう言っていただくんですが、いいことばかりでもないんです。え、建物自体が古いんで改修やなんやにお金がかかるし、敷地もすごい広いんで維持するのが大変で。実は文化財クラスの屋敷を持つ家主は維持管理に多額の費用がかかり大変な思いをしているという事実を知った敦史。いっそもう潰しちゃった方がいいかなって思ってるんです。え、そんな。そこで敦史は決意する。こんな素敵なお屋敷をなくすなんてとんでもない。ほな、ここで頑固の店を営業させてもらえませんか。え、営業。はい、ここを店にしてこの庭を眺めながらお食事を楽しんでもらうんですよ。そしたらこの建物も残せますよね。まあ、私たちお借りしますと、で家賃払いますと、賃料ですね。家も残りますし、でも保存は私たちがしますというやはり話し合いで決めていったっていうのを聞いてますね。みんなハッピー。買い取るのではなく賃貸契約にすることで頑固と家主お互いにウィンウィンの関係を築くことができているんです。さらにお屋敷を取材していると気になるものを発見。来た、それは頑固が独自開発した配膳ロボット。和風のね。今でこそ一般的になってますが、料理をですねキッチンで作ったものをそのお客様の手前まで持っていく搬送のシステムというものをまあ取り入れてます。実は東日本大震災が開発のきっかけだったんですが、当時売り上げが当然大きく下がってしまう。そうしますとお客様の数も減ったんですが、従業員の数、当然出勤できる従業員さんの数も大きく減ったんですね。その時に我々の和食店のオペレーションが回せなかったんです。我々は今のままの接客スタイル、調理のスタイルを維持していると大きい店は回せないだろうということで、ロボティクスというものを入れないといけないだろうなということを決意したのはもうそのあたりということになります。早いね。この配膳ロボットを使う上で頑固には絶対に譲れないこだわりが。それはお客さんの前に料理を出すのは必ず人の手で行うということ。
やはり人と人でのおもてなしということを中核的な価値にしておりますので、運ぶプロセスは自動化しても最後一言笑顔をお添えしてお渡しするというところはやはり人間がやるというのが我々のこだわりということになります。配膳ロボットが増えたことで、それこそお客さんとのコミュニケーションの時間とかって変わってきたんですか？あ、そうですね。昔ロボットを入れた時に計測をしたんですが 2.5 倍に増えました。逆に言いますと、それだけの時間運んでたってことですよね。なるほど。運ぶ時間をロボットに渡して、そして我々おもてなしをする時間を、増やせたと。なるほど。接客レベルの向上にはとにかく力を入れているという頑固。京橋のお店にすごい人がいるということで訪ねてみると、いらっしゃいませ、ようこそ頑固へ。京橋店のおかみ田中さん、ですね、弊社では接客の技術を競う接遇コンテストっていうのがございまして、こちらなんですけれども、去年第9回優勝させていただきました。おかみ、従業員の接客レベルを上げるため開催しているという接遇コンテスト、全国から380人が参加し、その中のチャンピオンとなったのが田中さんなんです。70何店舗って考えたら、私目指している接客が大阪のおばちゃんなんですよ。大阪のおばちゃんっていちいちおせっかいやけれども、すごく人情味があってっていうところがあって、だからもう本当に来られたお客様すべてにもお話しかけに行きますし、なんかちょっとんっていう顔されてたら絶対話しかけに行って、もうなんか困ってることないかな、お手伝いできることないかなっていうのを毎日心がけてます。気にかけてくれてると思うんですよ。赤だし付きにプラスで茶碗蒸しもお付けすることできます。今でしたらカニとごま豆腐の茶碗蒸し、めっちゃ美味しいです。あ、こんな言われたらもう絶対頼んでます。絶対頼んでます。決まり文句だけでなく自分の言葉で伝えるからこそ、お客さんとの距離が近づくのだといいます。優しい感じで笑顔も素敵な人ですね。さらに頑固では今見たこともない方法で接客レベルを上げる取り組みをしているというのですが、ここで問題。接客のトレーニングをするためのまさかの方法とは一体何でしょう？あ、これはもう本当にこれ真面目にもう、要は従業員の方もこうお客さんの役になってみたいな、もうこれがやっぱり、なるほど、気持ちが分かる、はい、私はそれの全く同じで、何やったっけ、何抜き言うんやったっけ、サビ抜き、違います、抜きがけじゃない、抜き打ちや、抜き打ち、あ、抜き打ちみたいに他店舗の人たちが他店舗に行ってお互い評価し合う。なるほどね。この日行っていたのは、今から宴会料理のお料理を出す配膳のトレーニングです。この宴会場にスムーズに料理を配膳するトレーニング、参加するのはベテランのおかみと新人の接客係と、ここで見慣れないものが、ちょっと接客をするのにサングラス、どういうことやろう、これは一体。メガネに実はですね、人の視線をトラッキングするようなシステムが搭載されてまして、そしてベテランさんが何を見てるのか、そして慣れてない新人の方が何を見てるのかということを比較することができるようなシステムが搭載されているということになります。すごいな。そう、頑固が取り組んでいるのは、接客係がどこを見ているかを調べることで接客レベルを上げるトレーニング。例えば新人接客係の視線を見てみると、手元の料理ばかりに注目しているようですが、ベテランのおかみさんは、配膳をしながらも広く周りを確認し、別のお客さんの様子を伺っているのが分かります。確かに目配りやな。こっちに集中しがちなんですけど、こちらの方が
チラチラご覧に並べてたので、そういったこともキャッチできるようにしたらいいかなと思います。こちらの列の方も全然意識してなくて、やっぱりなんか自分自身が意識してなくて気づいていなかった点を教えていただいたので、今後自分の仕事に生かしていこうと思いました。さらに頑固のトレーニングは進化していて、最新のものは、そうですね、今取り組んでるのはいわゆるバーチャルリアリティの空間の中で店舗を再現しまして、営業をそこで行われている状況を作る。でそこに従業員さんが没入して、実際に仮想的にですね、レストランオペレーションやサービスのトレーニングを受けるという技術を開発しています。例えばクレーム処理だったり、まあ極端な話ですが店が火事になった災害の避難誘導みたいなものは、これ現場でできるトレーニングではないですよね。そうしますと、あらゆるバリエーションの事態に従業員さんが事前に備えるという意味で言うと、仮想的な空間ではあらゆる状況が再現できるので非常に効果的ということになります。和食というイメージに結びつかない最新技術が頑固の接客品質を支えているのです。とここで頑固が行っている寿司握り体験に挑戦。日本人はもちろん外国人観光客にも人気なんだとか。これは我々貴重です、ね、案外少ないよ、ね、ほんまの職人さんに教えてもらうわ、ね、これ右利き左利きあります？ありますね。左両利き、ややこしい。こんなもん右手で右手ででもさっきの VTR だったら右手になんかシャリあったね。そうだった、はい、日本人でも意外とやったことがないお寿司を握るという体験、実は気づかないところに職人の技が隠されていることも分かるんです。まずネタ ネタを、ね、体温が伝わらないようにこうぶら下げる形で、伝わらないように背中にシャリを右手で取っていただいて、わさびをネタの方につけるんです。あ、そっか、ね、ここでシャリを置いていただいて、1、2、うわすごい、3、こんな一瞬でそんな動きしてたんだ、5、うわ、6、7、8、美しい、美しい、こういう形で8工程、8工程で完成させる。8でな。ではもう一度ゆっくりと教えてもらいます。こうしてネタ持っていただいて、はいはい、右手でシャリを、シャリをこうやって、はいはいはい、やりました。軽くで、はい、わさびを人差し指でつけて、ネタの真ん中ですね、はい、真ん中で、はい、乗せる、1、2、3で返す。随分伝わってんのちゃいます。4、5、体温が6、7、ネタの新鮮さが、でこれで完成ですね。よいしょ、綺麗になりました。いや、やっぱちゃうわ。やっぱちゃう、楽しそう。やっぱちゃうわ。ブリいただきます。どうでしょう。あれ、ちょっと奥さん聞いて、本当に頑固寿司のブリはほんまうまいわ。何も喋ってない。今まで食べたブリの中で一番やわ。シャリそのものが美味しいんですけど、自分で握るとやっぱり職人さんのと違うって思うけど、手作りの美味しさがある。特別な喜びが、自分のも楽しいけど職人さんのありがたみも分かりますね。分かんねん。そうか、やっぱ分かんのよ、職人さんの凄さを。そうそうそう、材料は全く一緒やけど違うのよね。はい、カット。あ、はい、ではただいまのカットを持ちまして、川崎さんオールアップでございます。今回小島敦さん役を演じてもらった川崎麻世さんにも話を聞くと、いやー、僕は頑固大好きなんですよ。実は地元の枚方市の駅前にも頑固がありまして、同窓会でいつも使ってるんですよ。そうなんですか。あとね、東京の新宿にすっごい立派な山の愛子邸がありまして、そこの頑固でもたまにいただいてます。なんかやっぱり縁があるんでしょうね。大阪人の身近に存在する頑固。しかし近年、コロナ禍などさまざまな困難に直面。飲食大変でしたね。その都度社員教育の徹底に取り組んできたといいます。コロナでやっぱかなり打撃を受けました。受けましたね。本当にもう売り上げも
本当にそのコロナ前と比べてもう本当に 15% ぐらいしかなかった時もありましたから、だから本当にその大型店ということで大人数が入ってもらうという目的でやってたと。でもだんだんやっぱりその忘年会とかも減ってきてて、コロナ禍によってこれまでのスタイルから変化を求められることとなった頑固。そんな中、こうコロナ禍を経て、打った手っていうのは何かあるんですか？そうですね、コロナ禍でちょうどコロナ禍に業態を転換した店が難波の方にありまして、と教えられたその店に向かってみると、掲げられたのれんにはハンバーグと米は正義だの文字。おもろいのれん。お店の名前は米とデミグラス。いいね、大好き。どこにも頑固の文字はありません。本当だ、頑固って野望をつけると、やはり若者層、まあ今でいう YZ 世代っていうのはなかなか敷居が高くなってしまいますので、あえて外してその世代をターゲットにした業態にしていこうと。客層の幅を、頑固全体で客層の幅を広げていくために、やっぱその業態をやっていこうという動きにしましたね。一度低温調理でじっくりと火を通したハンバーグを鉄板で焼き、肉汁を閉じ込めたら、いや美味しそう、炭火で炙って香り付け、ハンバーグステーキ絶対美味しいやん、ね、特製のデミグラスソースをかけて仕上げる炭焼きハンバーグは絶品。米とデミグラスっていう看板のネーミングにもなっているぐらいのデミグラスなんですけども、他店では多分絶対使ってないだろうなと思うんですけども、デミグラスソースの中に田楽味噌を入れています。和のテイストを入れてるんですね。まあ、そこはちょっと頑固らしいというところなんですけども、田楽味噌を入れることによってご飯と合うデミグラスソースというものが、まあ、うちとこの特色といいますか。さらに濃厚な卵をトッピングしたり、とろーりとろけるチーズをかけたり、自分好みのアレンジも様々。ご飯の上に。この味を求めてやってくるのは、従来の頑固では見かけることが少なかった若者世代。なんかインスタで流れてきて美味しそうやなと思ったんで、私お米が好きなんで入ってみようと思って。米とデミグラスですね。狙い通り、これまでとは違う客層を取り込むことで次なる成長の一手となっています。これは美味しいわ、間違いないわ。ごめん、まずお米めちゃめちゃ美味しい。あ、なんとですね、お米マイスターがハンバーグと合うお米を選定しております。甘みが強く水分が多めのお米、特製のデミグラスソースとも相性抜群、うん、でこの田楽味噌の感じしっかり効いてる、うん、チーズも発酵&発酵でむちゃうわ。うわーほら、うん、これ、うん、黄身が濃い、きれい、うん、色きれい、うまい。数々のアイデア戦略で成長してきた頑固のもしマネポイントとは？はい、喜んでです。これはもう本当にお店でよく使う言葉なんですけれど、いいね、これは本当に否定から入らないで、本当にまず、すぐに行動に起こしていこうという思いを込めております。やはりいろんなことにもうチャレンジをしていこうという気持ちもこもってますね。時代を先取るアイデアで成長してきた頑固ですが、マネー賢者井上さんによると、他にも今では当たり前のサービスをいち早く始め成功したお店があるそうで、はいね、まず思い浮かぶのがファミリーレストラン、うん、ファミレスのガストですね。ガスト、はいはい、ガストがいち早く始めたサービスがあるんですが、お二人何だと思われますか？ガスト1号店で生まれた今では常識のサービスとは一体？ガスト1号店で生まれた今では常識となっているサービスとは？もうこれですね。アメニックはもうね、はい、井上さん、お願いします。タッチパネルや、あのテーブルのあれやな、ドリンクバーな、あれや。みんな何個も言うてんの？レジの横にちょっとしたお菓子な。いっぱい言うてる。当てに行ってる。正解です。ええどれ？ドリンクバー。ドリンクバー。すごいじゃん。いやー。私絶対分からへんかった。そう、
今では常識ともなったドリンクバーは1992年東京小平にオープンしたガスト1号店で生まれたサービスなんです。オープン当時は店員さんがこう席までこう持ってきてくれるタイプのおかわりどうですかという自由のコーヒーサービスだったんですが、ある光景を見かけてドリンクバーを思いついたそうです。ある光景で、それはですね、たまたまスタッフがこう台の上にコーヒーを置いてたと、そこをお客さんが自分で継いでいた、この光景を見て、あ、好きなものを好きなだけ自分のタイミングで飲んで楽しんでもらえばいいんじゃないということでドリンクバーのサービスを始めた。はじめはデキャンタのコーヒーやティーバッグの紅茶などを自由に入れるスタイルからスタートしたところ、これは画期的なサービスだと大反響に。そしてドリンクバーはガストだけでなく多くの飲食店で採用され、今や常識のサービスになったんです。だからこの手前のあれのね、俺ジンジャーエール、ジンジャーエールボタン押したらまたジンジャーエールのレモンがね、俺ジンジャーエールのレモンや俺はもうお酒飲まへんのでね。そうそうそう、ね、ほんで最後はカフェラテや、はい、これでさらに阪急百貨店にも時代を先取ったサービスが。食堂やラーメン店などでも常識のあれ、皆さん分かりますか？他にも時代を先取った成功例ございますか？はい、続いておなじみの阪急百貨店、はい、でそれが食堂とかラーメン屋さんとか飲食店では今では当たり前になっている食券制です。これ阪急が考えた、これを一番最初に始めたのが阪急百貨店だということで、阪急百貨店が開業した1929年、目玉の集客施設としてオープンしたのが大食堂。1936年には敷地面積3800平方メートルの日本最大のマンモス食堂となり、1日におよそ4万5000人が行列を作ったといいます。でこれ食券制度っていうのはその前に採用するきっかけがありまして、はい、1927年に、大きな地震があったんですね。震災があったということで、阪急百貨店のこのこれの前の前身となる、旧ビル阪急食堂時代にこの震災があったんですけれども、その時すぐにもちろんお客さんを避難させたと、っていうことで、ただ当時は後払いが常識だったんですが、約200人分の食事代っていうのが回収できなかったそうなんですね、でそこで1930年に導入したのがこの日本で初めての食券制度で、ここにあるのが5とか10とか5000、10銭みたいな形で、ね、5000、10銭円の下の単位で1000、この阪急百貨店でこれを取り入れたところ非常にうまく機能したということで、他の百貨店だとか食堂なんかが全国津々浦々に広がったということですね、ちなみにお二人はこれ俺考えてんいうのあります？私多分バリバリのコレクションモデルが黙って歩く仕事ですやん、モデルさん、そうが、ベラしゃべりの通販やったの初めて。ベラしゃべりベラしゃべりのこのお洋服って自然界の色全部入ってるのね、顔つりが悪く、もうイエローベースブルーベースの肌の人みんな綺麗に見える服なんです、もういくらでも見えるわ、そうだ、ありがとうございます